はい、じゃあよろししくお願いします、えー、今回は高校受験対策のシリ今回ですねちょっと先にお伝えすることがあって一つ力を貸してほしいというか聞きたいことがあるんですね。で何かっていうと10番の問題の答え方に関して1個、まあ、簡単な質問があるので是非ねあのコメント欄で返事を返していただけるとすごく助かるんでよろしくお願いします。 ではね戻っていくと今回12問ありますのでぜひねタイムタイム時間を測りながらチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に不安なところがあればね今から自分が全部解説やっていくんで聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあいつも通りね画面下げますのでお待ちください いやー寒くなってきましたね。ちょっとまあ皆さんがお住まいのところはちょっとわからないですけどもともと寒いよっていう方もねちょっと待っているかもしれないんですがあの風に気をつけてください。ではまあサクサクいきましょう問題数も多いんでね。で前回はちょっと難しい図形の問題とか入ってたんですが今回は割とほんと基本的な問題を集めてみました。じゃあ最初,最初計算からですね。 えー、2マイナスマイナス5。マイナスマイナスになってるんで、プラスプラスに変わります。事実上2プラス5ですね。っていうことで2たす5なので、7で終了。で、次は7プラス3かけるカッコマイナス4と。まあ、ここで大事なルールは、足し算と掛け算どっち先にやるのって掛け算が先なんですよね。四則計算、足し算、引き算、掛け算、割り算は、掛け算割り算が先にやるので、こっち。 3×-4、ここやると、-12 となります。つまり7、7プラス -12、7と -12 を足すので、答えは -5 と。これで OK。で、次、ルートです。で、まずは、ルート45。ね、もう直せますね。45、なんか、結構もう格問使ってますけど、よく出てくるイメージがある、これ。 9×5。つまり9が3の2乗なので、ルート45は、んルート45は3ルート5ですね。こうなる。で、右側もよく使う分母。分数の下に、分母ね。下にルートが来てる場合は、有理化をしなきゃいけない。で、有理化はどうやってやるかっていうと、ちょっと伸ばしましょう。かけるかけるくっつけます。このルートをそのまんま分母にも分子にもかけてあげる。これが有理化です。 そうすると何が起こるかっていうと、ルートっていうのは同じルートをかけるとルートが外れます。つまり、ルート5かけるルート5をすると5になるんです。ルートが外れてる。つまり、この5ね。こうなる。だから、分母からルートが消えるんで有理化ができるんですけど、これをやると5と25が約分できます。これ、ルートの外の世界。ルートの中の世界の人と、中の世界と外の世界の人は約分ができないので、 ま、外と外ならできると。つまり、右側を有利化すると、マイナスがいて5、5ルート5になる。で、3ルート5マイナス5ルート5。ルートの中身が揃っていれば、引き算ができます。3-5をすると、マイナス2なので、マイナス2ルート5。これが正解。じゃあ次も計算いきましょう。まあ、展開していくだけですね。4を配り展開じゃない。 分配法則で配っていきます。4を配ります。4かける 2a すると 8a。4かけるマイナス 3b するとマイナス 12b。マイナス1を配ります。そうするとマイナス a マイナス 2b と。a 同士計算ができるので 7a。b 同士計算できるのでマイナス 14b。a と b は足し算引き算できないので。 これで終了となります間違ってもくっつけてス7 a b とかにしないように気をつけましょう。で5番が一次方程式ですね。まあ普通に配っていきますこれも右側配ると先ほど右側書いちゃうか2を配ると8 x ス1 4になりますまあ左は同じですまだね。で左側イコールの左側左辺に x がくっついているものを集める右辺に x がくっついてないものを集めればいいから 8x をこっちに持ってくると、マイナス 8x。符号変わるからね。移行して、マイナス 8x だから、5x と、マイナス8、下かけるか。かけるね。<laughs> ごめん、思ったより下はいけたわ。書こう。5x、マイナス 8x、イコール、マイナス14がもともといます。右側には。マイナス2を右側に持ってくると、移行なので、プラス2に変わる。マイナスがプラスに変わるからね。 でそれぞれ計算すると -3x で -12 ですで両辺 -3 で割ると x イコール4とこれで終了ですあ入ってるね余裕だったわで6番二次方程式いきましょうこれも分配で配りますまず x を配りましょう x に x をかけると x2 乗 えー、マイナス1に配るとマイナス x イコール3を配ると 3x 後ろに配るとプラス12と。で、まあ、2乗はね二次方程式です。の場合は、まあ、基本的に全部左辺に持ってきます。全部左辺に持ってくる。そうするとこいつがマイナス 3x こいつがマイナス12になります。でマイナス 3x とマイナス x くっつけることができるので。 X. 二乗マイナス四 X. マイナス十二忘れずにイコールゼロです。右側は何もなくなったからゼロね。で綺麗な形にまとまったので、ここで因数分解やっていきましょう。かけてマイナス十二足して。かけてマイナス十二足してマイナス四になる数字のコンビを探します。 ま、あ12っていうのはね、1×12 とか、2×6、3×4 っていうコンビがある。あとはマイナスをどっちにつけるかっていうことを考えていくと、マイナス6と2です。マイナス6と2。かけるとマイナス12でしょマイナス6と2を足すとマイナス4になるから、OK。数字見つけたと。だから、え、ちょっとかけなくなっちゃったけど x、x マイナス6、かっこ x、x プラス2、イコール0と、こうなります。 因数分解するとねで、こっから導き出せる、出される答えが、x イコール6とマイナス2。これで、丸になります。で、なんでこうやってなるかっていうと、まあちょっとずるいね、もう、覚え方をするんだったら、この形になったら、ここに書いてある数字の符号を変えたものが基本的に答えになります。ちょっとややこしい問題でなければ。 つまり、符号を変えるからプラス6。まあ、プラス書いてないけどね。プラスに符号を変えるからマイナス2ってなる。で、なんでそれやっていいかってところを覚えてれば問題なくって、これさ、カッコの間って掛け算隠れてるんですよね。で、あるものとあるものをかけたら0になるものを考えてるの。カッコついてるけど、あるものとあるものをかけて0になる。かけて0になるっていうのは、こ こっちが0になるか、こっちが0になればいいよね。0かけたら0になるからさ。ってことは、左のカッコ x マイナス6が0になればいい。もしくは、x プラス2、右のカッコが0になればいいよね。ってで、これ計算すると、マイナス6を右に持ってくると符号変わるじゃん。移行して。だから x、x イコール6。こっちも移行すると x、x イコールマイナス2で、これが答えですよっていう風になってる。 そう。だから、まあ、それをいちいちやんなくても、ここの数字の符号を書いたものでいいですよ、と。基本的には。なんでこれを強調するかっていうと、ちょっと難しい問題とかなった時に、カッコの中がこうなったりすることがあるのね。こういう感じ。そうすると、いつもの癖で、こことここの数字の符号を書いて、3と5って答えると罰食らうんだよね。こっちが間違ってる。なんでかっていうと、さっき言ったように、 この中身イコール0を計算しなきゃいけないけんだよこれ計算すると確かに右持ってきゃ3になるんだけどさ、2がいるんだよね。両辺2で割るから、x イコール2分の3なの。つまりこいつの答えは x2 分の3と5なのね。右から。って風になるので、そこまでちゃんと覚えてられればいいかなと思います。個人的には。ただ、えー、受験に出てくる、ま、ほんと大問1とかで振られる問題に関しては、 ま、地域によってさ、その、なんだっけ、効率入試が難しい問題用意されてるとこあるよね。そう、普通に使うところと、ちょっとトップコートから問題別になってるやつが。で、その難しい方では出されるだりする。こっちの。さっきのやつがね。でも基本的にはこのタイプがほとんどなので、ま、ぜひぜひこんな感じの内容なんだというのを覚えておいてください。ちょっと青が滲んで残っちゃったけど、後で消しときます。いいかな。ちょっと長くなってごめん。 でならば連立ですねまあ、x、でも y でも揃えたいまあどっちかな x 揃えようか上の式に4かければ4が揃うもんねってことで揃えます4かけると4 x 8 y 忘れずに<え>忘れずに右側にもかけるんだよ4かけるから28と。で下はいじりませんこのままいきましょう。 でここは44揃ってるんで引き算を使います引き算使うとちょこれ自分の書き方だね引き算って決めた後に足すに書いて下の式の符号を全部変えますえいえいっていう感じねでここはもちろん4-4で消える −8+3 になるから −11y、えー、でこれが2 8ス6だから22か両辺マイナス1 1で割ると y イコールマイナス2となりますで この出てきた答えを最初の与えられた式のどっちかに入れましょう。で、まあ上のが簡単ですね。入れるとえっとまあ y のとこにマイナス二を入れると x マイナス二かけるマイナス二だからプラス四イコール七。え四をこっちに持ってきて x イコール三ですね。これが答えとなります。 でちょっと長くなっちゃって申し訳ないんで、ちょっとここで一個余談、余談というかね、あの、よく連立をさ、出した時にやり直し、あ、か答えが合ってるか確認ができるよって話をするじゃないですか。で、これもね、まあ、いつも言いますけど、出てきた答えっていうのを元々あった式に入れるんです。3とマイナス2を、例えば下の式、x に3、y にマイナス2入れると、四三12、マイナス6、12く6は6じゃん。6以降6になってるから OK。上の式も同じようにチェックをして、 答えがちゃんと一致してたら、絶対に合ってるの、この答え。逆に言うと、代入して間違ってたら、答え間違ってるんだよね。で、この、例えば、四守やってる時に、こうやってチェックしてる方もいれば、いやいや、まあ、本番の時やるけど、今はいいやっていう方もいると思うのね。で、これちょっときつい言い方するんだけど、練習の時にやんなかったら、本番やんないよ、きっと。余裕ないから、そんな。頭回んないよ。だから、もし、本番で、やり直しというか、確認をしようって決めてるんだったら、練習でもやった方がいい。 自分も今回4分16秒で字が書きましたけど、絶対やるもん、やり直し。ああ、確認。ちなみにこの辺も確認する。これも一時方程式、出てきた4って答えを、こことここに入れるんだよね。左辺に入れると20、20く2だから18でしょ。こっち4入れると2、2× カッコの中9になるから2区18。18イコール18になったから絶対合ってんだよね、これ。これもそう。6とマイナス2を入れて、左辺と右辺が一致すれば合ってると。 やるもんやっぱり不安だから俺ケアリスミスが多いからねって思うのでもし本番やらねえよって方はいいです無視しちゃって構わないんですけど本番もチェックするつもりですでも練習の時はいいやっていう方は是非もう受験までそんな時間もない時期だから練習の時から本番を意識してきっちりやっていこう大事なことだからねそれちょっと話がそれましたけど戻りましょうじゃあ8番ですね はしりましたけどある A4 っていうところの最高気温と最低気温の温度差が19度です。19度で最高気温が15度なんですよ。で最低気温いくつって言われてるんですよ最低気温ね。でここの間が19度差があると。もちろん最低のが低いってわかるから15度から19度下げればいいじゃんってまあちゃんと計算するんだったら15-19したらいいんだけど、まあ、下げるとマイナス4だよね。だからマイナス4度で終了です。 これだけなんですけどね。これ、ふと出されるとね、えって思ったりするんだよね。こういうのってね。まあ、こんな感じ。で、9番、比例式です。比例式っていうのは何対何イコール何対何になってる。ちょっとこれめんどくさいタイプなんですけど、まず比例式のルール、覚えておいて。ルールは中、中中外外ですあ。もちろん外外中中でもいいんですけど、中と中を掛け算します。外と外を掛け算します。っていうのがルールです。ルール。で、これも、そのルール、そのまま乗っ取ってやっていくと、どっち中中行くか。 えー、なかなか,かけるとちゃんと書くとねこうです,5かっこ x 3です。かけ算するからね。だからまあ先にもう配っちゃうけど 5x-15 になります。これが中なか,なかのやつ。イコール外外かけると2分っていう普通のイコールの式まあ一時方程式になるのであとは解くだけですこれを。まあ、このまま突っ走ってもいいんですけど分数ちょっとめんどくさいので。 全体に2をかけて分数を切りましょう全体にをかけると1 0 x 3 0イコール 3x かこうなりますで x こっちに持ってくると3 x なんでまとめると 7x イコール3 0向こうに持っていくのでプラス30に変わります両辺7で割りましょうってことで x イコール 7分の30となってこれが答えになります。今回のね、あまだ身がいけたね。でこれはまああの今回使わなくても全然構わないんですけどちょっとプチで覚えておいてほしいのが比例式 <laughs> ごめん比例式っていうのはここが1セットなのねイコールの左側が1セットでこっちが1セットになってます。例えば方程式の時、例えばここの式見てもらっていい？あここでいいかここの式上の式はいこっちね。 こっち。この式ま2かけたじゃないですか。全体に。その時に、右側だけに2をかけて 3x にして、左側にかけないって NG でしょ。やっちゃいけないよね。でも、この比例式の場合って、この1セットだけ意識しとけば、ここだけ、と今の丸ゾーンね。ここだけに2をかけるってことが許されます。比例式は。だから、全体じゃなくて、ここに2をかけて、ここに2をかけ,るかけると10でしょ。2をかけると3でしょ。だから、 x 対 x-3 イコール10対3っていうのが見えてなかったので右に書きますこうね2かけてるから10対3っていう風に変えちゃっても OK ですだから配ってからえっと比例式をこの一次方程式に変えてから2をかけるんじゃなくてここで2をかけてしまってやった方がまあ配りやすいじゃんブ分数ないからさでやっても OK 比例式はねだから全部こっちにも2をかけなきゃダメだよっていうことはないの ここのセットだけ。もちろん、2分の3のこいつだけ2をかければ NG です。ここはセットだから。いいから。ま、そこだけ気をつけてください。で、10番ですね。ここはちょっとみんなに質問したかったところにもなるんですが、まず問題ときましょう。y コール -7x 二乗、二次関数ですね。があって、y 座標が -28。その点の x 座標を求めなさいです。もうシンプルです。y 座標が -28 だから、y のところに -28 入れろよと言ってます。 ここにマイナス28が入るんですが、ちょっと書き直す。左辺と右辺入れ替えると、まあ、こうなりますよね。全体マイナスので割ります。そうすると、4です。で、えー、っと、2乗があるので、左辺の2乗を取ります。2乗を取る代わりにつくのが、プラスマイナスルートです。覚えてね。左辺の2乗を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートがつきます。 ただし、ルート4っていうのは、2ですよね。だから、こうなる。で、自分だったら x イコールプラスマイナス2って書いちゃって、俺は先生なら丸つって開けちゃうんですけど、一回ですね、この答え方で×くらいましたって言われたことがあるの。この活動をやってるときに。一回しかないんだけど、プラス2点マイナス2って書きなさいと。で、実際、今回これ入試の過去問使ってるんですけど、これの回答欄もそうなってた。 X イコール、えっ、ー、と、2とマイナス 2, 2> あ。聞きたかったのは、これで罰くらった、まあ、その、知ってる方はもっと書いてほしいんだけど、これで罰をくらうのかっていう。ごめんね、俺は知識不足で、えっと、調べたんだけど、わからなくて、罰くらいますっていう記述がなかったから、俺はいいんじゃないのかなって思っちゃってるんだけど、ぜひとコメント欄で詳しい方教えて、詳しい方というか、実体験でね、罰くらいましたとか、先生こういうこと言ってましたっていうのがあれば、書いてみてください。 よろししくお願いしますでは比例 <laughs> きましょうで y は x に反比例しということで前回も反比例言ったよねまず反比例といえばっていうことで覚えてね Y イコール X 分の A ですこれが反比例といったらこいつです y=x イコール、x、分の a 何間違うって逆ね y=a イコール、a、分の x はまあ一番出るミスです反比例に関しては。 で、おまけでいけるんだったら、a イコール xy も覚えておこうね。便利だからっていうのは言った。よかったら覚えておいて。反比例ね。で、x が3の時 y が8なんです。いい ?x が3の時 y が8。なんでそれ言ってくれてるかっていうと、a を出してくださいって言ってんの。a を出してくれっつって。だから、まあ、こっち使っても構わないんだけど、右を覚えてればさ、x と y かけりゃいいじゃんっていうことなので、 a イコール、えー、と x ががで y が8だからもう3 8なので24とからもしその時の反平の式を書きなさいってことだったら y イコール x 分の24って書いてくれれば丸もらえますただしこ今回はそこじゃなくってじゃあ x が -2 の時の y を求めなさいと言ってるから出した式の x のところに -2 入れるじゃないかと で入れるで約分するとマイナーこれ12でしょだから y イイコールマイナス1 2とこれで終了となりますさあラストえー、度数分布表ですねまあ今ちょっと多分左側に編集で出してるかと思うんですがこいつですで、えー、ポイントは中央値今回問われているのでっていうかお前12番書き忘れてるわ問われているので、まあ、それぞれの中央値を考えていくんですが 一年生がまず100人なんだよね。さあ、100人の中央値って何番目の人だっていう、そこがポイント。もう一個。3年生は、まあ、うまくね、105人ってことで数をずらしてきた。もうね、これはうまいなと思う。出題者の意図が見えるもん。わざと偶数と奇数にしてるんだよね。これがうまい。よくね、あの、ちゃんとこ知識を解いていけるんだろうなと。 で、まあ、どっちが分かりやすいか、まあ、みんなにそのポイントは分からないんだけどちょっと数減らします数減らすよえーっとじゃあ6人と9人こいつらの中央値は何番目かって考えます個人的には分かりやすいのは中央値なのでそっちからいく9人並べますね23456789人並べましたとなんで分かりやすいかっていうと奇数はど真ん中が決まります さあ何番目だって言った時に、まあ、図を書きは分かるよねこここだわこれ5番目の人ですわ左側に4人右側に4人いてど真ん中が5番目ですよねってこ,これが中央値でまあ計算っていうよりも自分は数えちゃうんですけど105人だったら5五5 2ってやると104でしょ5250 52十104だから左に52右に52いる状態がど真ん中が決まる105人いた時 だからあ中央値は53番目かって俺は考えるんだけどつまり105人の時は53番目ですいいまあど真ん中決まるからね奇数だったらじゃあ減らします6人だったらどうなるっていうこれは左右から数えると分かりやすくて123でど真ん中いないんだよねじゃどうやるかっていうと中央値はここになります 3番目と4番目の間になるんです。だから3番目と4番目をチェックするんです。行ってやるの。大丈夫じゃあ、100人の時。これ100人分かりやすいね。半分にしたら50人じゃん。50、50いる状態。イメージで。50、50。ってことは、50番目と51番目の間にこれが入るわけ。50番目と51番目。ここです。中央値は。 で先に分かりやすいから3年生の方からいくんだけどちょっとここのねあの編集出し説見てください53番目チェックすると上に20人まずね最初20人いるわけよ次33人いるから53番目はギリギリ5から10に入ってるでしょい20いて33いるから53番目はえ10から10からじゃない5からだったわ5から10の階級値に入ってるんですこいつ で、1年生、こっちね。1年生見てください。えー、50番目と51番目。で、これうまくできてるのは、絶対に50番目も51番目も同じとこに入ってるから。こういう問題。じゃ、チェックしていこう。上から18人います。次31人いるから合計、もううまいよね。49人までなんだよ。ギリギリなんだわ。で、50と51番目がその1個下だから、10から15のとこの階級値にいると。 っていうのが分かるので今回答えたかったのはえと中央値が大きい方の学年とその階級を求めなさいということなのでまず大きい方が1年生ですね。で階級に関してはと単位もねちゃんとつける必要があるので10は今分か階級のところに「分って書いてあるからえ10分以上15分。 未満とこれが答えになります、まあ多分あの思春をねいっぱい見てくれてる方はよく出るなと思うと思うんです、まあ、自分がよく拾ってるってうのももちろんあるんですけどでも全国的に見てもねこの度数分布に関する問題でよく出てくるのでしかもこの消文集合のとこにねちょろっと出てきたりすることがありますので是非ね得点源にしてください学校であんまりいっぱいやらないからさ余計に慣れてないとねえってなりやすいんだよでも知っとけば解けるからね ぜひ復習して自分のね力にしてもらえたらと思います。では、今回はね、高校受験対策の趣旨シリーズ第44弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。